これから私たちの町熊谷の発展に大いに尽くされた武井万平、後に丹女と名を改めた武井丹女についてお話しいたします。武井万平は天保10年、今から164年ほど前、群馬県神田郡南牧村羽沢の豪族市川五郎飛宝永の六男として生まれました。万平は少年の頃からいつも明るく、そして勉強好きな子でした。その頃、儒学という学問を修めた学者藤森考庵先生が近くにいたので、万平はその門に入り一生懸命勉強に励みました。そこで万平は人間として一番大切な思いやりの心を学びました。やがて藤森先生が東京に移り住んでしまいましたので、14歳の万平は父の許しを得て再度藤森先生の教えを受けるため上京して勉強に励みました。そこで幅広い学問を身につけることができました。なお郷里へ帰ってからも寺門清顕先生にも学んだということです。この人は剣道の先生で斎藤弥九郎と申します。万平は青年時代剣道の達人と言われたこの先生の教えを受けました。へい、やが激しい気合の入った稽古が続きました。万平の剣道の腕前もめきめきと上達をいたしました。こうして万平は文武両道心身ともに立派な青年となりました。慶応元年万平27歳の年に熊谷塾の旧家で本陣を務める武井家に世継ぎがないため夫婦養子として万平は迎えられました。奥さんは国様と申しました。これも万平の立派な人柄が見込まれたからでしょう。こうして万平は武井家の14代の当主となりました。武井家は大名が中山道を通行するとき止まったり休んだりするうちで本陣と言いました。その武井家は畳の部屋数47室もある大邸宅で日本で一番大きな本陣だったといいます。熊谷地方を流れている荒川は毎年のように洪水を起こし年々大きな被害を受けました。慶応3年石原堤が決壊、明治元年長沼堤が決壊。この被害を見て万平は私財を投じてでも何とかしようと決心しました。万平は荒川の流れを直接受ける堤を築いて川の流れを変えて長堤への当たりを少なくしようと考えました。このような堤を突堤と言いますか、資材を投じて土手を築いたのです。この万平の努力をたたえた人々はこの包みを万平出しと名付けました。この万平出しが現在そのまま万平公園として残っております。毎年春になると今も美しい桜の花が
このように咲き乱れて、武井万平の努力の後を忍ばせてくれます。万平この時31歳でした。明治5年、全国的に人身戸籍簿が作られました。この時万平は名を丹女と改めました。万平34歳の時です。これから万平を武井丹女と申します。また丹女は明治5年頃、熊谷の竹町に本陣とは別の屋敷を作り、池の周りには珍しい樹木や竹を植え、名石を配置したりして見事な庭園を作りました。ここには多くの学者や文人などが集まって、研究会などがたびたび開かれました。この庭園は後に熊谷市に寄贈され、清景園と名付けられ、今も市民の多くに利用され、憩いの場所となっております。武井丹女は明治6年、吉岡村曲地の河原を開墾して、その荒川河原に60ヘクタールの広い草原を開拓しました。そして無償で農民に譲り、おかげで農家も養蚕に力を入れ、良い繭がたくさん取れるようになりました。こうして熊谷は明治の中頃には三種の町と言われるようになりました。武井丹女はまた明治の元勲陸奥宗光と親しく、熊谷県を作ってほしいとお願いしました。その夢が明治6年実現、待望の熊谷県が誕生しました。県庁が熊谷に来たので、町民の喜びは大変なものでした。熊谷県は現在の埼玉県の半分と群馬県の全体を含むとても大きな県でした。その熊谷県は3年後廃止され、新しく埼玉県と群馬県とに分かれました。とにかく武井丹女のおかげで熊谷県が過去に生まれたことは驚きです。また武井丹女は若い時から深く政治に関心を持ち、特に地方実力者の養成に努め、常に中央と行き来し、時の重臣大隈木戸大久保板垣陸奥宗光等と交わり、地方政治の発展に尽くされました。こうして熊谷のためにも多くの業績を挙げたので、熊谷の武井か、武井の熊谷かと言われたほどでした。また関東の板垣とも呼ばれました。また武井丹女は優れた才能の学生を教育する育英事業にも力を注ぎました。明治7年3月、高木神社境内に建てた3階建ての長髪学校の設立にも力を尽くしました。これは教員を養成する学校でした。また武井丹女は明治9年38歳の時、林雄翔、村山鶴道らと図り、私立中学石庭学舎を開設しました。はじめは室岡村の長い宅で開きましたが、間もなく鎌倉町へ、次に明治11年武井宅に移りました。この石庭学舎は明治16年に廃校されるまで204名の生徒を教育して世に送り出しました。生徒はみんな真面目に一生懸命勉強しました。教育に熱心な武井丹女はまた
深谷出身の大実業家渋沢栄一と協力して埼玉学生遊駅会を作って埼玉県の学生を育成されました。明治12年埼玉県議会が開設されるや、武井丹女は初代埼玉県会議長に選ばれて埼玉県の発展に尽くされました。丹女は41歳の時です。明治維新後、熊谷の堤はゴミの捨て場のように荒れ果てておりました。武井丹女はこれを見て心を痛め、明治16年林雄翔、高木弥太郎と図って熊谷堤に桜を再現しようと時の県令の許可を得て東京から450本の桜を購入して夜を徹して堤に植えました。明治39年、武井丹女57歳は熊谷堤の桜を育てて守っていこうと考え、多くの人々の賛同を得て保証会を作り、その育成に努力しました。こうした人々の努力が実って名勝熊谷堤の桜が現れ、たくさんの花見客でにぎわい、全国にも知られるようになりました。明治27年、柿沼万蔵は上武鉄道株式会社を作る書類を逓信大臣に提出しました。明治30年許可がおりましたが、不景気のため実現は大変困難になりました。そのような時、武井丹女は資材を提供して工事に協力、かくして明治34年熊谷から寄居までの18キロが完成。この時丹女は63歳でした。紀州鉄道の開業に努力したのです。武井丹女はまた俳句が好きで、雅号を幽谷と申しました。明治21年には俳句の研究結社水温名所を作り、会場にしてたびたび区会を開きました。幽谷の趣味はとても広く、文章や漢詩、俳句、茶道、書画、骨董、建築、造園など誠に多彩にわたりました。さて、有名な昔の幽谷寺は安政元年1854年に焼けてしまいました。以後長い間再建されることなくそのままになっていましたが、明治31年幽谷寺の檀家総代を務める武井丹女は他の総代と図って再建を誓い合いました。こうして明治36年本堂の起工式が行われ、明治40年には上棟式、そして大正4年長い間の人々の努力が実って幽谷寺が完成したのでした。だが再建に力を尽くした丹女がこの世を去ってから3年後のことでした。武井丹女が俳句を好んだことは前に申しましたが、こんな話もあります。ある日のこと、俳人内見良太の奥さんから次のような俳句をもらいました。甲膝に芝叩く梅や伏せがやり、甲膝に芝叩く梅や伏せがやり。この俳句の意味は、かやがないので枯れ草を焚いて顔を覆ったところ、
その煙で涙が出ましたという意味の俳句です。これを読んだ武井丹治は良太に会話を送ってあげました。その恩に感じた内見良太は次のような俳句を丹治に送りました。朝夕にいただく蚊帳の匂いかな、朝夕にいただく蚊帳の匂いかな。武井丹治のほのぼのとした温かい気持ちが伝わってくるような話です。これは武井丹治の俳句です。一句目の花火散り森の日一つ残りけりは、花火が終わった後の静けさ寂しさの漂う句です。二句目の霧一葉念仏申せばまた一葉、この句は親しい人が次から次へと亡くなられた時に読んだ句です。三句目は時世になりましたが、短い世の水に崩るかがりかな、短い世の水に崩るるかがりかな。この意味はいろいろなことをやってきましたが、振り返ってみれば人生は短い、この思いが込められているような句です。かくて何よりも熊谷を愛し誰からも慕われた丹治は、大正元年1912年8月7日74歳で惜しくも亡くなり、幽谷寺に葬られました。その日熊谷の町の人々はたくさん沿道に並んで別れを惜しんだということです。以上で熊谷の発展のために尽くされた武井丹治の話を終わります。